双葉町の玄関口 JR 双葉駅の目の前に新しい役場庁舎が完成しました。帰還に向けて本格的に動き出します。どうぞ。今日開庁した双葉町役場の新庁舎。震災後、川俣町や埼玉県など県の内外の4カ所を転々としながら庁政を運営してきた双葉町。行政機能が町内に戻るのは11年5ヶ月ぶりです。町の復興に向けより一層尽力すると同時に、町民の皆様に親しまれ多くの方々との交流が含められる町づくりの拠点となるよう努めてまいる所存であります。会場に置かれた双葉だるま、その左目は2011年の仕事始めの時に入れられ、避難指示が出されたことでかつての役場に残されていたものです。今日は町の発展を願って11年前に入れるはずだった右目が描かれました。当時はこの日が来るっていうのは正直思ってませんでした。町の復興が目に見えるような状況で、住民の皆さんにね、戻ってきたいっていう気持ちになってもらえるような、この施設になればいいなというふうに思ってます。今月30日には復興拠点の避難指示が解除され、11年5ヶ月ぶりにふるさとへの帰還が実現する双葉町。新庁舎での業務は来月5日に始まり、職員およそ100人がここで働きます。